操作が必要な部分は全て終わったわ。こうしてアーカー社を操作するのは初めてだけど、アーカー社内部の構造と操作プロセスは、私にとってとても理解しやすいものになっていたわ。マハールッカ・デヴァータの設計は実に巧妙ね。それと、これをあなたに。ん？これ、ここに浮かんでる小さいのって、なんだ？私がさっき時間を割いて作ったの。アップグレード版のアーカー社端末だと思ってちょうだい。今はまだ使わないかもしれないけど、特定の状況下ではきっと役に立つはずよ。ちょっと待った！これ、オイラとキャラが被ってるぞ！見た目からして浮いてるし、小さいし！オイラの特徴が奪われた感じだ！これから先、旅人のそばにいてもみんなオイラのことは覚えてくれない！オイラはもう唯一無二の存在じゃなくなったんだ！大丈夫よ。あなたにとって変わることなんてできないわ、パイモン。これはただの飛んでいる道具だけど、あなたは旅人のかけがえのない友達じゃない。ナヒーだって慰めるのが上手なんだな。旅人もナヒーだくらい頭が良かったらな。あら？私は私の思う事実を言っているだけよ。別にあなたを慰めてはいないわ。ナヒーだ。お前は人を慰める天才だったんだな。おいらそれを聞いてもっと嬉しくなったぞ。それと、他にも一つ認めないといけないことがあるの。今の私は、自身の神としての体を使って動いているけれど、戦闘面では、やはり心もとないわ。あなたたちも聞いたことあるかもしれないけど、神は、民の信仰から力を得る。でも私は、マハールッカ・デヴァータのように、人々に慕われているわけじゃない。だから、やむを得ず戦闘になった場合は、あなたに頼むかもしれないわ。もちろん私も、全力であなたのサポートをするから、すごく頼りになるのね。おお、知恵の神が戦闘に不向きって、聞くと確かに納得だな。すでに偽りの神の居場所を突き止めたわ。何はさておき、早く出発しましょう。メモ持ってる。おお、ここを通り抜けるのか。シティの中にこんな場所が隠されてたなんてな。賢者たちは送信計画を実現させると同時に発覚することを避けたかった。確かに、直接教練院内部で取り掛かるのが、最も安全で便利な方法ね。おお、そうだな。
もともと神を一人隠せてたから、それが二人になっても大して問題ないってことだろ。ここの構造から見てとても大掛かりな工程が必要なようね。賢者たちは本当に送信計画を最終目標にしているみたい。でも見た感じ、ここは教令院だけで完成させられるようなところじゃないわ。どうやら博士率いるあれらファデュイは全く惜しげもなく自分たちの技術を使い、数多くの手助けをしたようね。おう、そうでもないとあいつらがこんなに力を貸してくれるわけないもんな。本当にそれだけかしら。私にはあの博士が教令院の賢者たちとは違って差し迫った目的のために行動しているわけじゃないように思えるわ。まるで実験結果には何の興味もなく、ただ過程を楽しんでいるような。うーん、ファデュイの執行官ってみんな変なやつばかりだから、むしろ博士のその変も全然変じゃないって言えるのかもな。でもあの偽りの神の本体、残票と言ったかしら。以前あなたたちと一緒に彼の意識に接触したけれど、彼の身には非常に顕著で強烈な執念があった。一つはもともと神の心の容器として生まれたことによる神の心への本能的渇望、もう一つはおそらく彼の過去の経歴と関係がある。それについては私もわからないわ。あいつはファデュイの執行官になる前、ライデン将軍のプロトタイプだったんだ。それがあいつの神の心を渇望する根源なのかもな。じゃないとあいつの性格とプライドからして実験品になんて絶対ならないと思うぞ。話を聞く感じ、あなたたちは残票をよく知っているようね。そうだったの。なら彼が一体どんな存在なのか私にも詳しく話してくれるかしら。今後起こりうる様々な状況に対応するためにも、より多くの情報を知っていればそれだけ的確な処理ができるようになるわ。そう、理解したわ。実に興味深いわね。では行きましょう。ここを通り抜けて直接彼に会いに。部外席、足元に気をつけ。我が名はドワクシンくんなり。とっちょ、風雪なしくず。おさわり禁止。これで一緒に遊ぼう。元に戻す方法がないか周りを調べてみようぜ。
始めよう。ここだよ、風だ。これで。冷たくサクサク。瑠璃のように落ちなさい。信頼幹部サク、戻れ。ふう、はっ。逃げようなんて思わないでよね。一緒に遊ぼう。召喚化粧。次に、はっ、さっ、
ここの運行状況から見て、最悪の事態を覚悟する必要があるわね。彼らの作ろうとしている紙は、完成間近か、すでに完成しているかもしれないわ。じゃあ、どうするんだよ。神の心の力を持つファデュイ執行官なんて、どれだけ手強い相手になるのか想像もできないぞ。緊張しているの？ダイモン。そりゃもちろん緊張してるに決まってるだろう。ナヒーダは緊張してないのか？私もとても緊張しているわ。これほどまでの災難に直面するのは、神として生まれてから初めてのことかもしれないから。でも緊張と同時に好奇心も湧いているの。好奇心？何に対してだ？私たちの運命に対してよ。私から見て、この世において感じられる一切のもの、認識できる一切のもの、人々の身に起こった一切のもの、そのすべてが知識よ。それが知識である限り、必ずや知ることができる。だけど唯一、人々の身にまだ起こっていない運命だけは、終始私の好奇心をかきたてるの。つまり、私からしたら、運命こそが究極の知識なのよ。だからこそ、私は人間を観察するのがとても好き。彼らの身に起こるすべてのことを見ると、充足感をもたらしてくれる。そして今、私はついに、ただの傍観者ではなくなった。あなたたちと一緒に、自らの運命を直々に体験する。期待せずにはいられないわよ。そうだったのか。なんだか、オイラもナヒーダの気持ちが分かった気がするぜ。ええ、行きましょう。もう彼の気配を感じられるわ。この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ。知恵の神ブエル、そして旅人。こいつもうマハールカデバータみたいに全知全能になってるのか？いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか？完全に神になった残氷。残氷は
すでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神レベルだぞ。ジャンヒョウの機械人形という元々の概念を極限にした体、その上さらに神の心によって際限なくエネルギーが送られている。教令員と賢者は一体どれほどの力を費やしたの？単に技術的角度から見れば称賛に値するほどのものよ。人間の英知の結晶と言っても過言じゃない。まだそんなこと言う余裕があるのかよ、ナヒーダ。でも精神的角度から見ると、彼が神の高みにまで到達しているとは私は思わない。世に生まれし全ての神はそれぞれの神の心に紛争という二文字が刻まれているはずだ。このような力の鼓動、そして心の底から生まれる躍動を君は感じられないのか？ナヒーダがお前なんかと同じ感覚を覚えるわけないだろ。貴様、自分が神の対話を遮ったことを理解しているのか？矮小なる者よ、身の程を知れ。神の心に刻まれた紛争、もしかして魔人戦争のことが言いたいの？今のテイワットにおける平穏な局面は決して容易に得られたものじゃないわ。私は直接魔人戦争に参加してはいないけれど、私から見てあれはただ法則に駆り立てられた無意味な消耗だった。今さら持ち出しても意味はない。そうだろうか。僕は自分が本物の魔人戦争に参加できなかったことを非常に残念に思っている。まさかこの世に力を渇望しない神が本当にいたとは初めて見たよ。知恵を司る神、通りで自らの民にさえ見捨てられるわけだ。君の判断は君の存在のように重みがなく薄っぺらい。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ、知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。そう、今君が僕と戦う選択しか選べないのと同じようにね。かかってこい。今ここに魔人戦争の一角を再現し、僕の神としての誕生を証明しよう。戻れ。
虫けらが。はびこれ。無力なボンシューメン。芽生えよ。神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ウエル
まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのがこれで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無境の力、一体いつから始まっていた。君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての民の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい。ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。弱小万物、知識をあなたにも。
知恵の伝道。痛くしちゃうかも。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。確かにこの旅の終点よ。でもまさかマハールッカデバータの残留意識がこれほどの汚染を受けていたなんて。
禁忌の知識。私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に禁忌の知識が現れたことが一度あるの。その時はキング・デシェレトの自己犠牲とマハール・カデバータの身を削った力によって駆逐に成功した。それから500年前のカーン・ルイアの災厄で再び禁忌の知識による汚染が現れたと考えるのも難しくはない。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。すでに世界中にまで危害が及んでいる。じゃあここがマハール・カデバータの残した意識で禁忌の知識による汚染を受けてたとしたら、マハール・カデバータの死は…ええ、彼女は禁忌の知識との対抗によって命を失った可能性が高いわ。たとえ禁忌の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければ、この500年の間、汚染の兆候はこれだけにとどまっていなかったでしょうね。私を含めて、みんなが禁忌の知識という概念について忘れたのも、彼女の世界樹修復の影響によるものかもしれないわ。悲しいのか、ナヒーダ。彼女の苦痛を感じているの。ここの意識の汚染は、あまりにもひどく、一面に狂気や混乱、苦痛がはびこっている。彼女はこのような状況下で、力尽きるまで、禁忌の知識による汚染と対抗したというの。その上、ほんのわずかに残った明晰な意識を使って、私たちに手がかりを残した。ええ。その言葉は、禁忌の知識の干渉を受けたことにより、いくつかの単語しか聞こえなかった。でも今なら、この謎の答えを見つけられるわ。これらの汚染された意識をくぐり抜け、正しい方向を見つけ出し、彼女の明晰な意識に合うの。そして、マハールッカデバータの口から直接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのは、ここにいる私たちは意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても、常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないと、いつ発狂してもおかしくない。そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ。あなたは単純だから問題ないと思うわ。さあ、出発しましょう。